どうも、生物観察の鬼でーす。今、雑木林に来てます。今もうね、すっかり8月半ばぐらいで ね、立秋ですよ。もう暦の上で秋になっちゃったんですけれどもね、虫さん探していきましょう。ここ樹液出てるんですけど全然虫いねえじゃねえか。エゾゼミの死骸が落ちてますね。ちなみに今セミの声聞こえてますよね。これもエゾゼミの鳴き声ですね。で、下には力尽きたエゾゼミが落ちておりますな。なんかいい色してますね、エゾゼミ。ほらどうですか、この色。いいですよね、エゾゼミは。もうセミがお亡くなりになってます。よくセミファイナルってあるじゃないですか。見分け方簡単です。こう足が開いてるか閉じてるかです。生きてるやつは足が開いてるんですよね。足が開いてて、なんか こんな状態で落ちてます。こう足開いた状態で落ちてます。でも死んでるやつはこう死ぬとね、だん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 こう死後硬直でこう足がこう縮こまってくるわけですね。死んでるやつはですからこうやって足がこう縮こまってる、畳まれてるんですね。それで容易に見分けることができます。で、これはもう足が縮こまっちゃってるんで死んでるセミですね。死んでるセミ、ふにふにです。でもまあ結構死んで新しいセミですよ。まだまあ新しいですね。あー、でもちょっと中はもうちょっと腐敗して溶けかけとるかな。ちょっと中がね、もうドロドロに溶け始めてますね。あ、ウジおった中にウジがおった、やばい。これはもうあれだわ、腐敗してますわ。中にウジがいたんでね、腐敗してます。この中にウジがいるんすよね。ちょっと引っ張り出してみましょう。ウジ虫、よし、ほらウジ虫結構でかいぞ。ほら、うわうわ、ほらこれ、ほらほら、中にウジ虫がいるんですよ。これ寄生しとったのかな。寄生しとったのがやたらでかいな。死骸が新しいのにやたらでかい。寄生してたんでしょうか、それとも死後すぐにハエが卵を産みつけに来て、でもう急速に成長したんでしょうかね。結構ウジ虫って成長早かったりするんでね、もしかしたらね、そう急速に成長したのかもしれません。ほら、ウジ虫ですよ。まあこれ肉映えの仲間かな、多分肉映えの仲間でしょうね。セミからね、ウジ虫が出てきました。こうやってたまにね、いるんですよね、中にウジ虫が。やっぱセミね、この中に肉が詰まってますから、それが腐敗したらウジの餌になるわけです。ハエの幼虫の餌になっちゃうわけですね。いやー、やばいっすね。いやー、自然は厳しいわ、えぐいわ。こんなね、セミ死んだらすぐに産みつけに来るわけですね。多分、まあ、寄生バエじゃないと思うな、これは。普通の肉バエだと思いますけども。やばいっすね。ちょっと、えぐいな、これ。閲覧注意にしようかな。まあ、いっか。閲覧注意は甘えですよね。ウジ虫の正体は鹿と見定めました。じゃあもう元に戻してあげます。このセミの体の中にね。よっ、ちょっと待って。難しいな、戻すのも。はい。じゃあセミの中に戻してあげます。さあセミの中にお帰り。はい、ごめんね。はい、戻してあげました。やっぱウジ虫も生きてるんでね、ハエも生きてますから無駄に殺すのは良くない。やっぱりその戻せるんだったらね、戻してあげないと。というわけでもう死骸はここに置いておきます。あー、こうやってして命は繋がっていくわけですよ。セミさんもこうやって寿命が尽きても、その肉はハエの餌になり、でこの外皮とか多分もうアリが多分バラして食べちゃいますよ。アリの餌になるわけですね。そうやってして命はつながってるんですよ。このセミさんもね、もしかしたら別の何か生まれ変わるかもしれないわけです。輪廻転生ですね。私生き仏なんでね、これから仏道も解いていこうと思います。それでは皆さん、セミさんに合唱。いやー、やばかったね。ちょっとこのピンセットは洗います。多分すごい腐臭がすると思うんで、ちょっと嗅いでみるか。あ、くさ、めっちゃ腐臭がするんで、しっかり洗ってからしまいましょう。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。